はい、こんにちは、モエドラチャンネルです。はい、はい、いろいろあるけど、乱闘だとかここが辛いよ、プロ野球みたいなのなんですね。いやでも完全試合&ノーヒットノーラン、はい、これは今年は流行りだからね。流行りだよね。ちょっとこれいきましょう。完全試合&ノーヒットノーランっていうけどさ、はい、佐々木朗希くんがまあまあシーズン最初のうちにあんな感じになったから、うん、まあ彼の160ねオーバーのストレート見たら、まあまあそりゃそうかってなるけど、その後まあまあやりそう、まあ、そうだからその次の時も8回完全でしょ。じゃあだからそれはびっくりしたよ ね。でその後になんかあの西武のスミス7回かなんかノーヒットノーランして変わったでしょ、ソフトバンクかなんかで。あの巨人のピッチャーがちょっと前にそうですね、シューメーカーもバンテリンでやりかけて、その後西武の初登板のスミスが確か8回辻監督が思い切って交代、あれびっくりしたね。初登板だからなのか。いやだけどもいやあれこそいけるんじゃないのっていう、広島のあのなんか初登板の外国人ピッチャーもまあまあやったでしょ。5回やったやったやった、うん、行ったで大野でしょ。大野で東山あの時青柳もいいピッチングしちゃったからね。いや青柳2安打ぐらいでしょ。2安打ぐらいだったけど、そうあれもいいピッチングしてたし、いいピッチングだったよ。大野と青柳の投げ合いの時っていうのは、まあ、あのまあまあやたりしょったんが意外と青柳ね。そうですねしつこく粘ってこうあの右にうまくおっていうね、なんかあったよね。なんか5回ぐらいまではさ、昔もよくあったじゃん、やるかとか言ったらさ、うん、もうすぐポンって終わっちゃうみたいな、うん、でもなんか今もう5回ぐらいまで行ったらさ、うん、もうみんなよぎっちゃうってるよね。なんかこういう頻繁に起きてるからさ、だから本当にもう球場の人は花束常に用意しとかんと、ね、常に置いとかないとね。そうそう、なんこの球場チャッチーぞってなっちゃうと、ここの花束はだからもう増加でいいよね。だから周りにねもうそれぐらいでもどう、この後もう1回ぐらい誰か出るでしょう。2人ぐらい来るんじゃない、ノーヒットノーランは、うん、誰がやりそう。意外と日本ハムの伊藤お意外と器用じゃん、まあ、そうだね、変化球いいし切れるし、うん、バリエーションあるよね、うん、ピッチングになんか何かが調子悪くてもこっちの方で対応するとかさ、ね、意外とっていうのが、それこそ日本ハムの加藤、うん、あんね、なんか淡々とそうだね、ちょっとこう打たして取りながら、いやけど気がつけば7回ぐらいまで、おととしかなんかもね、結構ねそういうピッチングしてたのよ。なんか完封ポンって年に何回かするやるのよ。その時って必ずさ1安打2安打ぐらいの、そうなのよ。まあパ・リーグありそうだね、うん、もう一回佐々木朗希は怪しいことやりそうだね、うん、ね、うん、俺だからあの山本由伸と投げ合い見たいよね。これは見たい。両チームまた 0-0 じゃないの。これやっぱね、バッターっていうよりもピッチャー同士の刺激の試合っていうのはあると思う。そうか、じゃあ大野青柳、あれ青柳じゃなくて、うん、もっと違うんで打線がパンパンパンとこう点取っていってたら、ちょっと大野も抜いたりとか。そう俺も経験あるんだけど、いい感じの時って意外と早く終わってくれていいのよ、攻撃。よく流れがとか言うけど、一番嫌なのが待ってんの、行くんちゃう、お点入るんちゃう、ワンアウト満塁、はい、どうするどうする、金どんどん行くんじゃないかと思ったらゲッツーとかもうね、あれ点差はさ、やっぱあれやっててさ、どれぐらいがいいの。多分4点ぐらい、ノーヒットノーランは別として、うん、一番いいのは心地よく投げられるの、心地よくなるのは3点ぐらいの、うん、3対0ぐらいの前半で、前半で、であとは何、その後に取るならホームランでポン1点ずつみたいな。そうそうそう、で 5-0 ぐらいで、5-0 ぐらい、これがいい。でもうあの前半6点とか入ってくると、うん、何お前一人真剣にやってんねんかな雰囲気がちょっとなんとなく相手ベンチからも聞こえてくる時もあるしでもなんでこんなにちょっと多いんだでも実際そうなんだよ、多いんだよ、問題は防御率自体がいいよね今。おいいね、うん、ちょっと今のところはピッチャーが部がいい感じだけど、でもベイスターズの牧、村上、そして岡本、まああの佐藤もそうだよね、タイガー、佐藤輝もね、まあそう考えると打つべき、打つんだなっていう人とかホームラン打つんだなっていう人は打ってるんだよね。そうホームランはね、伸びてると、いいペースで来てるんじゃないのっていう、ね、来てんだよね、本当三冠王がいけるんちゃうのっていう。そうだね、だからもう牧が一番近いんじゃないの。牧は、ね、打率が今いいからさ、牧は3割3分超えてるし、たまに、うん、
うまいもんね、この宮崎にパワーつけたような感じだもんね、なんかそれ体型で言ってねえか多分ね、宮崎はね、うん、12球団一番足遅いよ下手したら世界一かもしれないだからさ、彼もあれじゃん、首位打者取るじゃん、取ったんだから、すごいと思う、内野安打ないんだもん、うん、内野安打見たことないもん、そう、あれに荒木、あれに荒木コーチの足があったら3割6分7分下手したら、ね、4枚近くいってると思う、ね、トリプルプレーされるのに一番近いバッターかなって俺思ってたもん、あーサードゴロね、サードゴロ、うん、意外と打球もいいじゃん、そうだね、しかもサードなんかちょっと正面ぐらいでもさ、こっち行ってからでも行けそうな気がする、もう一回こっち踏ん取って走って戻ってセカンド投げて、うんうん、ならセカンドがもう一回こうやってそれは言い過ぎるじゃん、それはいくらでも失礼でしょちょっとドラゴンズがまだ今伸びてないかな、そのバッター、右バッターでね、うん、欲しいね、石川昂弥はね、あそろそろね、岡林がまあレギュラーじゃん、うん、で岡林はシーズン終了後に、うん、打率が2割7分から2割8分、OK だよね、 OK で、でホームランが3本ぐらい、そう、あと盗塁が、まあ、20ぐらい、20近づくか近づくぐらい、ね、まあ、素晴らしい成績だよね、そうそう、で次鵜飼が打率が2割5分ぐらいでもいいよね、うん、やっぱまあ出場数によってだけど、まあね、2桁は打ってほしい、2桁ね、15本、まあ、15本はいくでしょう今、まあ、いくでしょうね、15本ぐらいの、打点が50ぐらい超えとけばね、うん、そうすると優勝いくね、でしょ、近いとこいるね、これね、今だから打率的にはさ、うん、木下とかが良くなったでしょ、あんな最初にもたついたけど、もたついたけど結果的にはね、そう、あの辺がやっぱ木下が6番じゃなくてさ、そう7番、いやそれいいね、もっと下手したら8番いくと、もう8番にいける打線組めたら最強だよね、まあ俺の予想通り当たるよね、うん、1位だよ、これどうなの、ん、年俸、大し、いや年俸じゃない、まあ、年俸もそうだけど、ね、年俸気になるよね、そうなるとね、まあ、新人王、新人王は岡林はないの、予想では、いや予想は結構まあまあいいでしょう、大勢が、大勢を、大勢を抜こうと思うとだよね、あとはもうだって高橋宏斗があのこっから13勝ぐらいもう負けない、2敗負け今2敗でしょ、もう13勝2敗、だからあの、まあ、もうヒロトの場合ちょっと抹消せなあかん時もあるから、そうだからもう抹消投げたら試合全部勝つ、うん、でもあれセーブを取るからね、大勢、そうか、あと他でもいないのか、あとはまあまあ今だからその全体的に野手がこれっていうレギュラーがいないのよ、まだ2ヶ月経って、まあそうね、なんかこう1軍から2軍なんかこう、下手したら1軍の控えが、うん、今日はスタメン出たりとかをやってるチームがほとんどやと思う、そう、どうしましょう新人を、今のところはいきますか、まあ筆頭は大勢でしょう、大勢で、ドラゴンズ勢がどこまで、2人3人が行くかっていう、うん、ね、じゃあ期待しましょう、はい、はい